フリップジャンプはフィギュアスケートにおけるジャンプの種類の一つ。単にフリップともトーサルコーとも呼ばれる。図にエッジと進み方空中での回転方向と同じ方向のターンから即座に左足エッジに右足の塔をついて飛ぶジャンプ。フリップジャンプは国際スケート連盟が認定する6種類のジャンプの 中で3番目に難易度が高いとされており、基礎点もアクセルジャンプ、ルッツジャンプに次いで3番が目に高い。フリップジャンプでは、左足インサイドのエッジが描くカーブから生まれる、回転力と軌道の内側に等をつくことによって後方への推進力がコンパスのように変換された、回転力の2つが主な回転の原理となる。ただし、右足を引く際に、体が、 回転方向とは逆向きに開くことになる点で難易度が上がる。2013年4月26日にルールが改正され、採点表ではノーサインとなるアンクリアエッジテイクオフ FLZ-1 という区分が新たに作られた。これにより明らかに不正の踏切が行われた際に技術審判がエッジエラーを宣言するのは 当然として、明らかな不正とは言えないまでも、不正確なエッジでの踏切が行われた際に、エッジエラーがつかない場合が発生する。演技審判は、エッジエラーがついた場合は、語彙において、この宣言を考慮した採点を必ず行わなければ、ならないが、ノーサインの場合は考慮するかどうか、自体も演技審判の各自の判断に任される。エッジの判定に対して、 スローモーション再生は、原則的には用いられない。Usually, the long edge take off is identified without any, review in slow, motion which can be used only if the camera angle.does not allow to see the take off edge at normal.speed, と明記フリップジャンプの際にアウトサイドエッジで踏み切って、しまったジャンプや、反対に、ルッツジャンプの際にインサイドエッジで踏み切ってしまった。 ジャンプは声の面で減点される。フリップとルッツ両方のジャンプでエッジエラーが宣言されることもあり得る。初めて成功した人ははっきりしない。俗説としてトーループジャンプを初めて成功させたアメリカのブルース・メープスが1913年にはフリップジャンプにも成功したという。1970年代にはすでに多くの男子選手が 三回転フリップジャンプを成功。1981年に東ドイツのカタリナビットと西ドイツのマヌエラ・ルーベンが共に女子選手として初めて三回転フリップジャンプに成功した。2016年に宇野昌磨が初めて四回転フリップに成功し国際スケート連盟に認定された。2019年にはアレクサンドラ・トゥルソワが女子として 初めて4回転フリップに成功。日本では選手やコーチを中心にフィリップと呼ばれることもあるが、フリップジャンプはフリップという英単語から来ているもので誤りである。ありがとうございます。